こんにちは、ダイナソーです。動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回はカバンの中身紹介やっていきたいと思います。2021年テレワークや副業など働き方や働く場所の選択肢が増えてきているなというふうに感じます。そうなるとカフェとか外で作業する機会も多くなってくるかと思うんですけど、その時に荷物が重たくてなんか萎えちゃったなっていうことはありませんか？カフェなどに作業しに出かける、でも極力荷物は身軽にしておきたい、そういった方の参考にしていただければ嬉しいです。紹介する商品は概要欄のリンクからチェックしてみてください。それではスタート。カバンの中身の全体像はこんな感じです。一つずつ紹介していきます。なおヨッシーは連れていきません。まずは使っているカバンからご紹介します。使っているカバンはこちらのミステリーランチのアーバンアサルト21っていうモデルのものを使っています。デザインがミリタリーでタフな感じがかっこよくて気に入っています。あとはこのコヨーテのカラーリングがたまらなくかっこいいですね。このスリーウェイジップってちょっとこう変わった開き方をするんですけど、こんな感じで開きます。このスリーウェイジップの押しポイントはセンターのジップを下に下ろすだけで下の方の荷物までアクセスすることができるところです。あとはカバンのこだわりなんですけど、基本的に物を一箇所にまとめることにこだわってます。これは物を探す時間をなくすためですね。小分けの収納がたくさんついてると結構物をバラバラにしまいがちになっちゃうと思うので、こういった一箇所にまとまってるカバンの方が個人的には好きです。ノート PC はこちらの Apple の MacBook Air 2020年の M1 チップ搭載のものを使っています。こちらの MacBook Air は現行のラインナップでは一番価格の安いものになるんですけど、動画編集するにしてももう本当に必要十分なスペックが備えられています。あとはこれだけのスペックがあるのにバッテリーの持ちが本当に半端ないですね。1日作業であれば家で満タンに充電をして持ち出す時も、最近はもう充電器も持っていかずに運用してます。そうすることで充電器の分だけカバンも軽くなりますし、出先のカフェとかで電源を探す労力も使わなくていいので、ストレスが減ったかなというふうに感じてます。続いてはこちらの GoPro Hero 8です。こちらは身軽に気軽に撮影ができるのでとっても重宝してます。 GoPro 本体の下にこのスイベルクリップってやつをくっつけてるんですけど、こいつも地味に便利で気に入ってます。このようにバックパックの肩紐に挟むことで両手が空いた状態で撮影することができます。あとはこの裏面がマグネットになっているので、このデスクの足がスチールでできてるんですけど、こんな感じでくっつけて固定しながら撮影することもできます。続きましてこちらですね、無印良品のポーチをガジェットポーチとして使用しています。ガジェットポーチの中身はこちらのサンディスクの外付けの SSD とワイヤレスイヤホンの AirPods Pro と、あとはこれパソコンや GoPro の画面を拭く時のガジェット用のクロスです。まずはこちらの SSD なんですが、表面がサラサラした加工になってて指紋とかもつきにくい感じです。こちらの SSD っていうのは耐光性がものすごく強くて、耐光性っていうのは振動だったりとか衝撃だったりとか、最大2メートルの高さからの落下にも耐えうるモデルっていうことで歌ってます。なので安心して持ち出せるっていうことで、特に動画編集とかやられる方には非常におすすめの SSD となっております。続いてこちらが AirPods Pro です。みんな大好きだと思うんですけど、 Apple のワイヤレスイヤホンです。やっぱり一番の特徴はノイズキャンセリングかなと思います。音をしっかり遮断してくれるので、カフェ作業だったりとか外作業でも集中して取り組むことができます。ガジェットポーチの中身の最後はこちらのトーレのクリーニングクロスです。こいつが地味なんですけど結構おすすめのアイテムで、
スマートフォンや PC の画面の指紋汚れとかが気になる時もこいつで拭き取ってあげると嘘みたいに取れます。何回か使ってるうちに少しずつこう汚れの取れが悪くなってくるなって感じるんですけど、また洗濯機で一回洗ってあげると汚れ落ちがまた復活して使えるようになってきます。非常におすすめのアイテム、トーレのクリーニングクロスです。続いてこちらのイソップのハンドクリームです。こちらのハンドクリームは柑橘系でマンダリンオレンジの香りがします。個人的に甘すぎない香りで適度に集中力が高まってくる感じがするのでとてもおすすめです。でちなみに内容量が 75ml っていうことで少し大きめではあるんですけど、結構 YouTube 見てると皆さん詰め替えて持ち運びとかされてる方も多いみたいです。僕はめんどくさいのでやってません。続いてはこちらの手帳とボールペンのセットです。手帳は無印良品のものを使っています。まあ、持ち歩いてるとは言っても最近はあまり使うことがないんですけど、何か図を描いたりだったりとか瞬発的に思いついたアイディアを書き留めておきたいなという時なんかに使っています。ボールペンはジェットストリームの4色ボールペン使ってます。なんだかんだでこれが一番書きやすいような気がします。で、こうやってセットにしておくことで思いついた時にいつでも使うことができます。カバンの中身の最後はこちらのユニクロの折りたたみ傘です。こちら買ってから3年ぐらい使ってると思うんですけど、全然壊れることもなくて未だに現役で使えてます。さすがユニクロ。サイズは今測ったら28センチありました。そんなに小さいものではないし、そんなに軽いものではないんですけど、コンパクトだったり軽いものって結構折りたたむときに面倒くさかったりするやつが多いんですよね。こちらのユニクロの折りたたみ傘はそういった面倒くささがないので気に入って使ってます。今回はカバンの中身紹介お送りしました。楽しんでいただけましたでしょうか。僕が YouTube でカバンの中身紹介見るの大好きなんですよね。皆さんがどういったものを持ち運んでいるのかっていうのがとても参考になりますし、カバンの中身ってその人の価値観が見える気がして、あ、この人はこういう人なんだなっていう理解につながるので好きです。今回参考になったなとか役に立ったなというアイデアや商品がありましたらぜひ高評価お願いします。気になったアイテムや皆さんのおすすめの商品があればぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。